どうもこの動画ではスーパーパライジン3の勝敗予想をしていいここうかなと思いますこの動画をね撮ってるのが7月16日でして現段階では試合順も決まってなければこれが全カードかどうかも定かではないんですけどまあでも予定的にねもうそろそろ撮ってまおうかっていうところで話してる次第ですねなので試合順はもう私のなんとなくの想像で話していきます で、追加カードがもしあるようなら、まあ、それだけ後で、ショート動画で撮ろうかなっていう、そんな感じで考えてますね。で、まずでもね、勝敗予想行く前にね、これまでのスーパーライジン、1、2、3とね、今回来るわけなんで、それ振り返ってみましょうか。まあ、興味なかったらね、タイムスタンプチャプター目次があるんで、まあ、興味あるところまでね、飛んじゃってください。ってことでね、話していきたいんですけど、まずね、これまでのスーパーライジンの歴史、 まあ3はね、今回、朝倉未来対平本をね、メインにしてしまったがゆえに、チャンピオンクラスをね、招集できない興行にはなっちゃったよね。てか、チャンピオンクラスの MMA をできなくなったってのは、ぶっちゃけあるよね。で、これまでのスーパーライジン。1が、メイベーザー VS 朝倉未来のボクシングマッチ。あの時はでも、海外の時間に合わせて、そっちのスーパーライジンを早めの時間にして、 で、午後から確か、ライジン38だったかな。堀口バー VS 金太郎メインの興行の二部制でやってましたよね、確か。で、スーパーライジン2の方は、午前から午後をベラトールにして、で、午後から、まあ、通常のライジンっていう形にして、桜見来る対ケラモフがメインだったよね。で、しかもその試合はタイトルマッチだったわけで。 でも去年のねスーパーライジン2に関してははっきり言って鈴木千尋がねパトリシオに普通に負けたらあれ大ゴケだったよねベラトルパートの堀口新流はノーコンテストになるし AJ マッキー来れなくてねライト級グランプリの1回戦日本でやったと思うんですけど、うん、マッキーが来れなくてサトシ緊急参戦でで今はねもうボロボロになってるパトリッキーに KO 負けしちゃうし で、ライジンパートの方は朝倉海怪我で欠場して、で、セミにね、小木ちゃんが抜擢されたものの、まあ普通にアーチュレッタに負けて、で、メインの朝倉美来るもあっさり散って、みたいな。結構散々な内容だった気がするんですけどね、スーパーライジン2に関しては。唯一鈴木千尋にだけ、ものすごい追い風が吹いたっていう、そんな興行に思えますよね、今となれば。ただそんな鈴木千尋もね、現在怪我してるし、みたいな。で、ここに来て今回のこのスーパーライジン3、 とうとう二部制じゃなくなったねっていうね。普通に一つの工業で終わっちゃうんだっていう感じもありつつね。で、MMA としてのレベルで見ると、一番低いし、これまでで。競技力はね、これまでのライジンの歴史でもかなり低い方というか、小木ちゃん対新龍は両者ともにハイレベルか。で、まあ斎藤対久保に関しても、まあ久保、キックボクサーと見るならね、まあ一流同士の試合ですけど、 でも結局、久保選手がね、MMA でどれほどなのか、まだいまいちわからんところもあるしね。まあ、とにもかくにもね、メインが朝倉・平本になってる時点でもうチャンピオンクラスはやっぱ呼べないっすよね、MMA で。それは競技的に見たらね、MMA の試合で、まあ、それこそサトシとか呼ぼうってなったら、そっちメインにしないとおかしくなっちゃうし、でもそこのバランス感覚はね、やっぱ来人あるんでしょうね。だから今回、招集もしてないわけじゃないですか。サトシ・グスタバやってないし。 うん、だから実験的でね面白いっすよね。今回のスーパーライジン3。ものすごく盛り上がるでしょうけど。でもこういうのって、一回限りのお祭りみたいなものでもあるんで、やっぱこれが毎回だったらね、正直見る人いなくなっちゃうじゃないですか。むしろ困難んんでね、年に何回もやって成功を収められるようなら、ね、そんな簡単なビジネスはないというか、だからね、やっぱり難しいんでしょうね。こういうのはやっぱ年に一回というか、もう数年に一回しかできないものであることは間違いないし。 このエンタメがね、どれほどの熱をもたらして、で、終わった後、しぼんじゃうのか、はたまたね、大晦日に向けての着火剤の役割を果たすのか、楽しみっすよね。ってことでね、めっちゃ長々と話しましたけど、こっから各試合の勝敗予想いきます。まずは、タイエマリ、ー VS、チャリーサ・シガーラ。急遽やってきた、ベアナックルファイトからのね、なんでしょう、試合というか、ベアナックルを、まあ、日本に持ってくるにあたってすることになった1試合。 ここに来てね、女子選手同士のベアナックルが見れるっていうね。ライジンとベアナックルってどうなんだろうな。親和性は低いように思えるけどね。でも、この試合に関してはね、でも正直その情報で言うと、全然知らん外国人同士の女がぶん殴り合うっていう。それだけ見たらめっちゃ面白くないですか。それだけ聞いたら見てえもんな。 なんか YouTube とかでもね、たまに外国人同士がなんかぶん殴り合ってるなんか動画とかあるじゃないですか。私高校生ぐらいの時とかそんなんめっちゃ見てたんですけど、やっぱ女同士のね、ぶん殴り合いが一番面白い。なんか父出たりもしてるし、エロい目で見るんじゃなくても単純になんか面白い。っていうのはあるよね。だからいいんじゃないですかね <laughs>。でもこの二人ね、試合映像もちゃんと見たんですけど、かなり激闘派なんで、血みどろになっちゃうんじゃないかな。 結構客がドン引きするような試合になる未来も私にはちょっと見えますよ。で、それぞれ見たんですけど、タイ・エマリーの方はベアナックル戦績1勝1敗かな。で、チャリー・サ・シガーラはベアナックル戦績1勝4敗。でもシガーラの方はね、階級1個下っぽいんですよね。ストロー級のページにいるんですけど、シガーラは。でもエマリーはフライ級の方にいるんで。で、これ 57.2kg 契約でしょ多分合ってるよね。これ、エマリーじゃないかな。 なんか試合映像を見る限り普通にエマリーの方が強そうに見えたんですよねただでもシガーラのね雷陣でのプロフィール見たんですよねそしたら御年40歳22歳の長女17歳の長男16歳の次女の母親らしくてで看護師資格取るために学校通いながら練習も並行してるみたいなこと書いててちょっと素敵やんって思っちゃったよね女手一つなんかなまあ、旦那もいるのか分からんけど 素敵でしかないよね、こんなん。ね、うん、見ちゃうと。で、あと、すごい体してありますね。何がすごいとはまあ言わないですけど。でもね、タイ・エマリーの方もプロフィール面白くて、彼女出身オーストラリアなんですけど、コロナ禍にタイに渡航してたらしくて、で、8ヶ月、なんかコロナの影響で出国できなくなったらしくて、タイから。だからおそらくタイのジムにこもる日々を送ってたんですって。やばいよね。でもね、俺たちは、 1> 中1の時に親父にタイにおぎざりにされて3ヶ月間過ごしたっていう福田優也っていうね男を知ってるんでねどっちもすごいよねっていうね福田優也の親父が一番すげえわで何だったっけそうこの試合はまあエマリーだと思いますね2分5ラウンドかフィニッシュあるんかなでもなんかフィニッシュ戦とねお互いとんでもないダメージを大きくがするんで早い終わらせてほしいなだからこの試合エマリーの2ラウンドを KO 勝ち予想にしときますっていう こんなにこの試合についてめっちゃ喋ってるやついるんかなっていうぐらいなんかねめっちゃピックアップというか無駄になんか情報集めちゃったな。で続きましてジョン・ドットソン VS ソヤ・タカキ。まあこれもベアナックルファイトっていうことで、まあ、現在のそのベアナックルフライ級チャンピオンのドットソンがライシンに再びやってくると。再びというか見たりやってくると。でソヤ選手とやるならね MMA でいいじゃないって思いつつ でもね、これはこれで楽しみだよね。そもそも、そや選手はベーナックルファイトに興味があったんですよね。やりたいみたいな、自身の X でね。今回の試合が決まる前からね、言ってたみたいなんで、おじゃあいいじゃないとは思うよね。でも、そや選手も全然可能性あるんじゃないかなって思いますけどね。むしろこれまでね、まあ、散々苦しんできたそや選手が光を放つ舞台になるんじゃないかな、みたいなね、ところもあいつつ、やっぱ打撃めちゃめちゃ強いっすからね。案外 分かんないないって思っててて思やっぱベアナックルファイトとか MMA 見てもッドットソンサウスポーじゃないですかあんまりなんか右手使わないなっていう基本左でめっちゃ飛び込んでくるっていう感じでその飛び込みがめっちゃ早いんでうんだから空相手当てれるんですけどでもなんか前のベアナックルファイトの試合とかねそれでリーチ長い相手にダウンも取られたりしててで結局ドローで防衛したんですけどベルト全然でも負けてもおかしくないような。 内容だったんですよね結構苦戦してて、ドットソンの前線はね。ただでも、ソヤ選手ね、リーチそんな長くないし、まあ、どちらかというとインファイトで戦う選手だと思うんで、なんか丁寧にジャブついてとか、そういうのじゃないんで。で、かつ、あんま打たれ強くないっすもんね、ソヤ選手。結構効かされて倒れるみたいな場面も想像できるし、で、ドットソンはやっぱ結局打たれ強いからな。わん、かんね。まあ、ウェアナックルファイトなんでも、その日の運次第なキーとかもちょっとするけど、 まあでもどっちが勝ってもおかしくないけど、ドットソンになるのかな。でもそんな差はないと思いますけどね。そや選手もまあかなりボクシングで、ね、練習積んでるでしょうから、そんな大きな差はないと思うんですけどね、ボクシングスキルとかでも。で、曽谷選手の方は毎回ラストの試合だと思ってるだろうし、その覚悟の差が出るような気もしつつ、ドットソン見てるとやっぱり最後の青春をね、謳歌してるというか、もう楽して金を稼ぐみたいなフェーズに入ってるとは思うんで。 特に大晦日の小木ちゃんとの試合とかね、そんななんか、めっちゃ根詰めて練習してるようには思えなかったもんな。当然プロなんで、見せれるものは作ってきてはくれてますけど、やっぱ UFC 時代ほどの熱量というか、そういうのはもうないでしょう、明らかに。てか逆にね、これほどのキャリアを積んで、まだそんなゴリゴリモチベーションあったら、恐ろしいですけどね、逆に。どこまでストイックなんだよ、みたいな。でもそんなことはないでしょう。 ただそれでもドットソンは倒れない気がするよね。うん、まあそもそもベアナックルの試合いろいろ見てる感じ。よっぽどなんかがっちりハマったりとか、実力差がない限り、あんまフィニッシュまでいかん気もするんですけどね。結構判定までいってる試合も多いなって印象があって、ベアナックルって。そこまでの差はないような気がするんで、だからこの試合はドットソン、判定が上々でいきます。結局打たれ強いんで、サや選手のパンチも当然入ると思うんですけど、 まあ、慣れてるのもあるし、打たれ強いし、早いし、まあ、ドットソンかなっていう。で、続きまして、足澤流星、vs コージ。当初はね、会見の時に、アッシーが大暴れして、ベアナックルファイトを提案してましたけど、結局、これ、MMA になったんですかね。まあ、大晦日に、太田忍ぶになすすべもなく破れた足澤と、三浦コ太を KO したコージっていう。わからんよね、これ。打撃スキル自体はでもやっぱ、アッシーの方があるんかな。1年前の、 二人のキッッククボクシングマッチを見る限りでもそんな岩とレベルに差がなかったとも思うしねアッシーの方が上手いし例えば何か練習とかだとコージはあのスキルに圧倒されるような気もしますけどやっぱ試合になると体の強さとか打たれ強さとか前の圧とかで一気にその差はね縮まる感はありますよねやっぱ打たれ強さはコージがあるし体もコージの方が強そうな気はするよね で、アッシーの勝ち筋はやっぱコツコツ当ててみたいな。長い距離の打撃当ててみたいな感じで。近くなったら膝で迎撃みたいなパターンかな。で、コウ選手のはやっぱインファイトのドロドロの展開が勝ち筋なんじゃないかなと思っていて。まあでもなんか、MMA に向いてるのはやっぱコウ選手の方かなとか思っちゃうよね。体がそもそも強いしね。で、練習もちゃんと積んでそうなのはコウなの気がするし。組み合わせとかサボらずにちゃんとやりそうだもんな。あとは沖深夜とかに、 ね、教わってるいろんなグラップラーに教わってるのも結構でかいでしょう一方のアッシーはやっぱ基本的に打撃に磨きかけていかに組み切るかみたいな練習だと思うんですよねちゃんとだからそこの基礎のグラップリングを地道にやってるかやってないかの差があるような気がするよねコージはやっぱそういうのサボらずにやる人だと思うんですよねただでもアッシーマッシーで平本蓮と練習してるんかまあ平本蓮との練習がいいっていうよりかは やっぱ MMA にアジャストするのにした苦労っていうのを平本蓮は知ってるわけで、それをアッシーにね、伝えていたら、そこはやっぱね、その平本蓮の苦労を通らずにいけるっていう考え方もできるんでね。やっぱ近代の MMA というか、ね、日本国内において最近ね、やっぱ初めにキックから MMA に行ったのは平本蓮でしょう、おそらく。流れを作ったのは間違いなく平本蓮で。 その中でやっぱアジャストする手法っていうのをアッシーに教えてたらどうなんかなとか思いつつでもアッシーって自由にやりたいっぽいっすよねなんかそんな人に見えるしねしょっちゅうジム辞めたりもするしあんま人の言うこともね聞きたくないタイプにも見えるんだよなだからそういう何でしょうか基礎的なことをね工事の方がすげえやってるような気がするし別にタックルとかいかないでしょうけどでもやっぱ距離詰まってのクリンチとかでそのもつれ合いになって押し倒してみたいな やっぱコージの方がフィジカルで上取りそうだしただ足が距離詰まったところにねカウンターの膝天下を当てて腹利かすってのもまあ考えられるんですけどね上手いっすもんね膝蹴りとかパンチでね顔を利かすのはコージ無理だと思うんですけど腹へのねダメージ与えられるのもあるのかなとか思いつつうんでもコージ根性半端ないもんな膝で終わってくれないよねやっぱコージか スタンドの有効打は若干アッシーが上回るかなと思うんですけど、クリンチギアというか、そこでことごとくコウジがいいポジションを取って、ジェネラルシップの部分で取り切って勝つんじゃないかな。だからこの試合はコウジの判定勝ち予想でいきます。アッシー、ここで負けたらきついよね。次誰とやるのってなるし、ま、コウジもそりゃそうか。お互い結構負けたらきついよね。誰に勝てるのってなっちゃうもんな。ライジンでやるにしてもね。大変な一戦だ、お互いにとって。で、続きまして、鈴木弘明。 バーサスヤーマンこの試合は一回流れた試合っすよね。ヤーマンが膝やっちまったことで流れて。で、思ったより再戦早いっすね。なんかヤーマンはね、もっと試合間隔空くんじゃないかなとか思ってたんですけど、回復早いっすね。万全なのかなこれ、大丈夫で、あとちょっと話変わるんですけど、ヤーマンでもなんか、何回かリング上では死んでもいいような、そういう覚悟を持ってるとか、なんかそういうの言ってるのを見かけたことあるんですけど、 リングの上でで死んでもい,いとか平戦の前かなあとはなんかその試合終わったら、紛争地帯、死の最前線に行ってみたいな、それで自分がどう思うか体感してみたいみたいなことを言ってましたけど、いや、膝の怪我で試合断念するやつがそんな覚悟あるわけなくねって思っちゃうんですけど、うん、そんなこと言わんといてほしいなって思いますよね。なんか簡単に命かけるとかね、言うなよってやっぱり思っちゃうよね。薄っぺらいよ、それは。言ってしまうのは。思うのは自由だけど、 もちろん自分の人生における時間の大半を捧げてることなんか知ってるしね。でもわざわざ命かけてるとか言わないでほしいな。別にかけてはないやん、命を。死なないやん。死ぬ気もないでしょ、別にだって。で、仮に本当にかけてるんだったら、膝の怪我で試合飛ばすわけないしね。いや、休んでいいよ、もちろん。膝の怪我してたんだったらね。休んでくれて当然いいんですけど、そんなこと言うならでも試合飛ばすなよって思っちゃうんで、命がけとかはちょっと言わないでほしいね。冷めちゃうんで。 そんなでもなんだろうな。怪我したら今は休むっていう、マインドに仮に変わってるんだとしたら、半年ぐらいで変わるような決意をね、あっさり言わないでほしいっていのもあるし、もちろんね、格闘家なんて怪我がつきものですし、まあ軽量とかでもね、その死ぬぐらいならね、そこでストップして、まあ体重超過して、でその恥をさらした上でね、すいませんってやって試合をやってほしいっていう感じなんで、だからもう死んだりするぐらいなら、まあ一旦してくれって思うんで、 そういうのを言わんといてほしいなって、ヤーマンには思いますね。で、一方の怪物くんは、何気にね、芦田隆弘に勝ってるの、すごいよねっていうね。言うても元ディープチャンピオンですからね、芦田選手は。で、ヤーマンとね、怪物くんは、共にキックボクサー出身ですけど、怪物くんの方がやっぱり歴は長いっすよね。で、ヤーマンはまだ、いまいちわからんというか、どのレベルにいるのか分かんないよね、MMA。三浦浩太戦と平本連戦だけだとわからん部分はあって、でも体はすごい強そうですよね。 でもそんな怪物くんがまあ組で勝ちに行くとこもわかんないもんな。どうなるんでしょうね。案外怪物くん相手よく見ますからね。結構バチバチになるかは相手次第なところあって。でもヤーマンは結構ガンガン行くもんね。うん。どの試合行ってもやっぱガンガン行くし、だからこそ噛み合うのかな。その噛み合う中でも怪物くんディフェンスめっちゃいいんでね。やっぱキックボクサーとしても怪物くんの方が残した実績は上じゃないですか。だからそれで考えてみても、 勝ちそうだけどな怪物くんがそんなに打たれ弱いイメージもないしブロッキングがとにかく硬いんでヤーマンがそこ崩せるかって考えると結構難しいんじゃないかなだからこそタックルいければいいんでしょうけど自分からタックルいってもこのレベルだとねいった方が勝手に削れると思うしどうなんだろうな、まあ、でも怪物くんの方はでもあれかタックルフェイントとか混ぜたりすんのかな行くで行くでみたいなその中で打撃打っていくみたいな ってなるとコツコツ打撃でポイント稼ぎつつ怪物くん勝つんじゃないかなか見栄えのいい攻撃怪物くんの方が当てれそうな気がするなディフェンスがやっぱいいしだ有効段差で怪物くん判定勝ち予想でいきますで続きましてニースグルー VS 真島さんパンクラスチャンピオンになってで前線もドミネーターを KO して上り調子のニースグルー そしてせっかくね、徐々に徐々に日の目を浴びつつあったのに、今なりかずに腕十字で一本負けを喫した俺たちの真島。いや、わからんよね。これ仮にでも練習とかだったらね、真島選手がもう組でボコボコにしそうですけど、やっぱ試合だとやらかすイメージが拭えないよね。真島選手はマジでライジン初戦で斎藤豊に負けたのが痛すぎたよね。 あの試合でもなぜか、真じ選手得意のね、肘が使えない肘なしルールだったし、で、サッカーボールキックでやられるっていうね、来陣だから負けたみたいな、そういう試合だったのは否めないっすよね。あれが普通にケージの肘ありルールだったら、かなり真じ選手の勝ちの方が可能性的には高かったんかなとか思いつつ、まあでもそれ含めて実力か。でもコロナなければね、確か真じ選手って USC いけたみたいな話でしたよね。 来,人来る前だってなんか14勝1敗の13フィニッシュとかでしたもんね11連勝してたしうんだからすごいよねだからコロナ禍で運命が大きく変わった選手の一人ではありますよねまあでも逆にねその日本の市場で言うとコロナ禍になったことによって朝倉未来るみたいな海外勢が入ってこないことによって猛烈に勝ち星を重ねるスターが生まれたみたいな、まあ、そういうパターンもあるんでだからね 色々あるよねその時々で星を持ってる人がねいろんなで間、えー、嶋選手はでもライジンでの負け試合って全試合ほぼ逆転負けっすよねラウンドマスト的な観点で見たらどの試合も1ラウンドは取ってるんじゃないですかね多分うん斎藤戦もクレベル戦も金原戦も今成戦もどのラウンドも1ラウンドは結構真島選手のペースで進んででもね逆転されるみたいな にしてもまたせっかく連勝街道にね乗ろうとしてたのに今成さんにぶっ壊されたよねマジで今成正和は妖怪だわまあでもあのカードもともとケラモフだったんでね今成さんのところがそこもどうなってたかわかんないですけどねでここまでうだうだ話してきたんですけどどうなんだろうこれいい選手の勝ち筋も結構あるからこそ予想に困りますよね やっぱスタンドだと2位選手の方がパンチで上回りそうだし、ぶち当てて KO とか、もしくは組で圧倒されても逆転のアームロックとかあるんで、うんっていうのも考えられるし、少なくともやっぱ打撃だと2位選手の方が強そうっすよね。お互いそんな打撃綺麗ではないですし、得意な方ではないと思うんですけど、やっぱ2位選手思いっきり振るからな。これ、マジわからんな。あ、でも真島選手かな、さすがに。 やっぱ金原選手を組で圧倒するってとんでもないと思うんですよね。さすがに今回アームロックの対応は完璧にこなすと思うんですよね。やっぱ2位選手の武器ってアームロックとあと飛び込みの右フックとかだと思うんでその2つへの対応はすると思うんだよな。だからテイクダウン取って上で固めてで肘打ちまくって2位選手が嫌がって後ろ向いて立とうとするところにバックチョークかな。この試合、真島選手の1ラウンド。 一本勝ち予想でいきますで続きまして、レーナ、VS ケイト・ロータス。まさかのケイト・ロータス、参戦ということで、まあ、ビジュアルで選ばれた部分は大いにあるよね。ここでケイトさんがね、普通の女子格の平均的な顔をしてらっしゃる方なら、絶対ライジンには出れてないもんね、戦績的に。まあでもケイト・ロータスに関しては、もうデビューした頃からね、いずれライジンに出ることはもう約束されてた感はありますよね。 これどんな戦績だ,だろうがね、多分出てたでしょ。そんぐらいビジュアルがやっぱ抜きに出てるし、まあ、本人も当然それは自覚してるわけで、うん、私可愛いっしょって、ね。もう否定すらせんもんね、別に。可愛いよねっていう感じで、特に否定もせずそのまま行くもんね。うん、でもそれで合ってるよね。可愛いもんね、だって。まだ、あ、ここで出てくるのはやっぱ、佐伯さんのね、プッシュがあったんでしょうね。まあ、ディープの宣伝にも絶対なるし、 ヘイイトトロータスのファイトパンツにはね絶対ディープのロゴをつけて出てくるでしょう。で、あおり映像でもディープの映像出てくるだろうし、むしろね、佐伯さんはここまでよく我慢できましたよね。もっと早い段階で出しても全然良かったと思うんですけど、10戦以上ちゃんとキャリア詰ましてから送り出してるのも素晴らしいなって素直に思いましたね。まあ、可いいもんな。可愛いは正義だ。可愛いは作れるって言いますけど、ナチュラルに可愛いものに勝るものなしっていう。 まあそんなね名言がどっかにありますもんね。ないか。で、この発表はね、でも、l i z i 4 7でね、されましたよね、現地で。で、私、現地で見てたんですけど、いや、すごかったね、やっぱ、ケイト・ロータスへの黄色い声援が。うん、まあ、そうなるかっていう感じで。まあ、でもね、エーナさんもまあ、可愛い,いよね。どっちもビジュアルがいいと、私は思うよ。どっちもいいと思うよ、本当に。うん、嘘じゃ,嘘じゃないよ。 でも実力差ありそうっすよね、この試合。例の選手はちゃんと強いっすからね。もともとキックでも半端なかったし、MMA でも積んできたものがありますからね。一方、ケイト選手は、まあ、ディープで勝ったり負けたりの選手ではありますからね。直近はいい勝ち方してましたけど、でもレスリング力はあんまりない感じで、結構負け筋としてはテイクダウンされて、キープされてみたいな。それか普通に決められてみたいなイメージ。 逆に打撃ではねディープで見てる分にはそんな打撃で負けてる内容はなかったんじゃないかなやっぱいつも組でやられてしまってる印象があってただそのストロングポイントの打撃がねもう玲奈さんのおはこ中のおはこだからな完全にこれスタイル的にはもう介護感っていう感じな気がしますけどね打撃でもレイナ、組でも玲奈で決めもまあ玲奈の方が持ってるしでビジュアルはまあノーゴメントってことで でケイト選手はね何年か前にね私は見た目云々じゃなくて実力でね上に上がっていきたいみたいなことを言ってはった気がするんですけどちょっと考えは変わったんかなやっぱ戦績だけ見る限りスーパーライジンに出れるようなレベルではないですからねでもまあいろいろ込みで出てきても全然おかしくないけどだからそのいろいろ込みも実力なんだっていうふうな考え方に変わったのかなってちょっと思いましたね まあ、勇士対平本城なんかがね、できるなら全然こっちの方がいいけどねっていうね。はい。ただ、これはさすがにレーナ選手が圧倒するんじゃないかな。まあ、逆に圧倒できなかったらね、女子のレベルって本当にどんぐりなんだなってなりますからね。まあ、伊沢さん、中井凜さん、渡辺香なさん、大島さんとか、その4人以外はマジでどんぐりなんだなってなりますもんね。ここでレーナが負けるようだと。 ケイト選手5勝6敗とかですからね戦績平本レンみたいに、ね、ライジンでだけずっとやってるとかでもなくディープだけで出て,てこの戦績です。からねやっぱずっとライジンでやってきて、対戦相手もまあレーナの方がきつかったでしょう。そこ考えても、やっぱ負けないと思うんだけどな。絶対負けないっていうね。あの、入場曲と一緒ですよね。絶対負けないと思うなって、なりますよね。でしかも、 ただでさえ可愛いらしいケイトロータスにレーナ内心ムカついてる説ってのも大いにありそうだしこれめちゃめちゃ燃えてるんじゃないですか内心うん発表された時も言ってましたもんねこんなべっぴんさん連れてきてみたいなムカついてるでしょレーナ内心強化はクイーンとかね言うてますけどだこれ打撃でボッコボコにしようとしてるんじゃないかなもうぶん殴りまくるんじゃないかこれだかこれレーナ選手2ラウンド KO 勝ち予想でいきます やっぱボッコボコにすると思うけどね。で続きまして所秀夫 VS 広矢。まあ、ポジションを厭わずグラウンドで決めを狙い続ける所秀夫と、まあ、レスリング武器にひたすら頑張って頑張って頑張る試合をする広矢っていう構図ですよね。所さんはでも負けたら引退って言ってましたね。どうなんだろうな。やめられない呪縛のような気もするけど。言うても御年今年47歳とかか。 やめるタイミングなんてこれまでいくらでもあったでしょうでもなんだかんだ所さんって動き落ちないっすもんねなんか35勝33敗っていう戦績がね所秀夫っていう男の生き様まを表してますよね綺麗な戦績じゃないんですけど綺麗な戦績なんだよなうんかっこいい戦績というかなんか男のねなんか生き様まって感じの戦績ですよね35勝33敗 まあでもそんなところ、秀夫も今3連敗中か。でも3連敗の相手結構強いんだよな、全員。フライ級での新竜誠、ジョン・ドットソン戦。で、あとバンタム級で山庭か。いや、結構強敵としかやってないっちゃやってないんだよな。で、コンスタントに試合やっててね。で、最後に勝った相手は、デビュー戦の大田忍に当たるのかな。大、うん、田忍がね、デビュー戦の時、相手して、 まあ決めて勝ちましたけどそれが最後か、まあ、レスラー相手はそんな苦手でもないのかな案外、まあ、スポッてハマったら決めれるってのがあるよねで対する広谷選手戦績8勝12敗ってことで、まあ、負け越してるんですけど荒井城にね去年の年末慶 o 勝ちしたあれがやっぱでかかったよね、まあ、タックルはねことごとく切られてましたけどでも新井選手の強打綺麗にブロッキングしてて全然もらってなかったもんな 個人的にはあの気化したハイキックからのパンチじゃなくてディフェンスですねこんなにディフェンスいいんだっていうあの試合なんか攻撃力の差っていうよりディフェンス力の差で勝ったような試合に見えましたね本当に全然クリティカルな攻撃もらってなくてそこに一番びっくりしましたねで25歳とかで今が伸び盛りっすよね256ぐらいうんでライジンではね伊藤有樹と中村優作戦で連敗してたんですけど まあどっちもね、勝っててもおかしくないような内容でしたし、で、荒井城戦でね、もう吹っ切れましたよね、一気に。ただ、こっから乗っていけるのかって時に、所さんって、嫌な相手ではあるよね。何気にパンチ力あるし、グランドでの決めも半端ないからね。まあ、柔術のスキルはね、歴が物を言う世界でもあると思うんで、平井選手がいつもみたいに組みに行ってもね、制圧は難しいんじゃないかな。 いわゆるドロドロの展開で競り勝つみたいなのが結構難しい相手にも思えるっすよね。うん、なんかワンチャンス所選手が決めそうな気もしつつ、でもね、やっぱ、広谷選手がフィニッシュ狙わない戦い方というか、判定も意識した内容で戦うなら、普通に勝つ気もするけどね。やっぱポジションでは所選手の方が下になることが多いと思うんで、その分やっぱ広谷選手につくだろうし、まあ、よほどね、無理に攻めん限り、 広ロ選手が徹して、ちゃんと腕十字とかケアしながら戦えるんだったら、普通に勝つんじゃないかな。まあ、変にね、KO 勝ちとか、まあ k 勝ちか、そういうのを狙いに行ったらね、逆転の腕十字とかありそうですけど、うん、そこはちゃんと意識しつつ、腕十字、足換とか対策して、打、ま、撃で有効打取って、広ロ選手、判定勝ち予想ですかね。にしてもね、所さんのライコン。 人コンフェッションズ見ましたよ奥さんがねがんを患ってて抗がん剤の治療で髪の毛が抜け落ちとるとだからところ秀夫もね丸坊主にしてていやあんなんずるいよね泣けてくるやんあんなん見たらでもねここで、まあ、派手に派手には散らなくていいんですけど、まあ、ここで散って戦いの呪縛、まあ、引退することによって奥さんのそばにいる時間増やす方がいいような気もするんだよな勝手な話ですけどね だって勝て勝ばもう一試合やるとか言ってたじゃないですかでもう一試合やるっ,てなったらそりゃね家庭を顧みない時間も増えるだろうしそれならここに広谷に引導を渡してもろて引退して、まあ、奥さんとかとね一緒に過ごす時間増やす方がいいんじゃないかなってねもうなんかそんな味方になっちゃうわこの試合に関してはとこひ秀よ頑張ってほしいんですけどもなんか負けた方がいいんじゃないかなっていう思ってしまうっていう複雑な感情です で続きまして斉藤豊 VS 久保優太このマッチメイクいいっすねいいカード組めなって思いましたやっぱ高橋涼子にあの勝ち方をする久保優太次誰と見たいかってなるとやっぱ MMA トータルで強い人斎藤豊かいいねってなるのはおかしくないかなっていう斎、まあ、藤豊かもね復帰戦になりますからねこれでお互い37歳なのかもうベテランっすよね大ベテランその中で斎藤豊かの役目ってのは こういうい壁になる役目というか超えるようならねやっぱその一定の評価を得られますし斉藤豊は超えるようならね越えられないなら越えられないで自分の立ち位置が分かるっていう、うん、すごいいい位置にいる選手っすよね斉藤豊かって本人的にはどうなんですかねでも何をモチベーションに試合こなしてんのかなここ最近はやっぱもうすごい上頂点を目指すっていうよりかは一試合一試合こなしていくっていうメンタリティーなのかな その中で自分なりに一つ一つの試合に意味を見いだして戦ってるみたいなそんな風に見えますね全然分かんないっすけどもう見当外れも甚だしかったら申し訳ないっすけどでもなんかそんな風に見えるなで久保勇太はね K1 時代からやっぱりディフェンスの素晴らしい選手だったんでそんなダメージがすごい溜まってるみたいな感じもないっすよね戦い方もねリスクを回避する戦法を取れるんでやっぱあんまりワンパン KO 負けみたいな考えづらいっすよね うん、柴田ぐらいでしょう。あんな、KO というか、KO じゃないか、あれ。腕十字で倒したんか。あんな、なかなかないでしょう。まあ、でも結局、久保選手はいかに斎藤豊に、自分の懐に入らせないかっていうところっすよね。で、斎藤選手の方は飛び込み。まあ、パンチかタックルか、わからないようなフェイント入れつつ、そのグランドゲームに持っていくかっすよね。まあ、やっぱ平本戦みたいな感じではいくでしょう。打撃だとそら分が悪いもんね、久保優太なんて。 だから最初、斎藤豊が最初のタックルでも綺麗に取るようならもう勝つでしょうし、そこを切ったりとかすんなり対応するようなら久保太が勝つでしょう。でも私は取られると思いますけどね。結構斎藤豊は序盤すぐタックルにはいかないと思うんだよな。結構見るんじゃないかな。行くで行くでのフェイント。行くで行くでのフェイントで、結構じらしにじらして、 下手したら1ラウンド目タックル一切行かない可能性すらもあるんじゃないかなとか思いつつ、まあそれはないか。うんまあ、でも1ラウンド目結構じらしながら、いつ行くんだみたいな感じで、久保優太も手数出せなくて、で結局テイクダウン取られて1ラウンド目完全に落として、で2、3も、まあ、どっかのタイミングでタックルとか、まあ、組合の展開になってポジションを取ってるサイドユタカにつくみたいな感じになるんじゃないかな。フィニッシュはお互いないと思いますけどね。だ、この試合はサイドユタカ。 判定勝ち予想でいきますで続きまして、大木久保弘正 VS 新竜誠。これね、謎の因縁というか、真相はもう2人にしかわからんよね。とにもかくにも、新竜はいい形ではパラエストラ松戸を辞めてるわけではないっていうのは、もう明確ですよね。で、小木ちゃんは指導員という立場で、新竜の実力を認めながらも、トイレ掃除を命じたと。で、和田辰光戦。 に新龍が負けた後はもう親父と一緒にジム来るのやめろとか言ったりとかね、まあ、ここだけ言うとねそんな悪いようにも思えないというか、まあ、言い方ですよね結局どういう言い方をしたか次第でっすよねで新龍の方でもねあんまりパラエストラでは馴染めなかったっていう思いもありつつやっぱ中卒で所属してて、まあ、プロ連でも同世代の選手もほぼいなかったっていうのもすごい大きかったんでしょうね まあなんだろうなでも習い事とは違うんでしょうけどそれでもやっぱ指導員と子供並びにその親が揉めるっていうのはよくある話でしょうからねでもまあ新竜の目線に立つと震災、まあ、被災してるわけですよね彼は2011年2011年ってことは何歳なんだろう今年24とかですかってなると13年前11歳ぐらいの時に被災して で、そっから千葉の方に行ってっていうところでねそら親子の絆は強いでしょうだからなんか親竜のことを想像するとまあそうなるよねというかやっぱ親父というか家族がそら一番大切だってのはね被災して身にしめて感じてるでしょうしその中でやっぱ親父と来るのやめろってのは許せないってのは分からんでもないなと思いますけどね分からんけどねうん まあでもお木ちゃん以外もね、新竜誠に対しては、鶴や霊とかね、特に当たり強いもんな。ちょっと嫌なやつすぎる気もするけどね、鶴や霊に関しては、しつこいし、陰湿だなって見てて思う部分は多々あるしね。新竜誠からそんな風にしてる部分は全然ない気がするんで、なんかそこら辺はさっぱりしろよって思いますけど。まあでもね、そんな感じで必ずしもね。 美しいいいかかつててのの関係みたたなな感じじゃないっっはは逆にリアルで私良っっすけどねよくある美しい師弟関係弟子が死を超えるのかそれとも死はやっぱり弟子より強かったのかみたいなそういう綺麗な構図を求める人からするとまあちょっと胃もたれするというか生々しいなみたいなすっきりせんなみたいな思いはあるかもしれないですけど人との関わり合いなんて必ずしもね美しく終わるわけではないじゃないですか。 そもそも誰かとの関係性で終わりを迎えるときなんて、綺麗な形になることの方が少ないし、変に美談にするよりかは、私はこういう方が、ね、人間ドラマというかね、人間らしくでいいんじゃないかなって思いますよね。まあ、ドラマじゃないんでね、うん、ドラマではない、リアルなんで、だからどんな決着になろうと遺恨が残る、大いに結構じゃないかっていうね、そういうのが人間って生き物やんって思うんで、で、この試合はね、やっぱ新竜の決めるムーブというか、あの柔軟な動き、 その動きを一つずつ潰して、小木ちゃんが勝つみたいな映画ね、やっぱ一番想像できる展開ではありますよね。まあ、ぱっと考えるとそれが一番ありえそうですけど、でも、さすがに心理もそんなことは分かってるでしょう。バカじゃないと思うんで。組でそんなに小木ちゃんを圧倒できるとは、真理を思ってないんじゃないかな。まあ、でもどうなんだろうな。少なくとも堀口教授戦は、出力のコントロール、全然できてなかった気もするもんな。 やっぱ新竜誠が堀口教授を組で1ラウンド目ある程度押せたのはスタイミナーな配分を気にせず行ったからってのも結構でかいじゃないですかやっぱもう2ラウンドの中盤ぐらいには逆転不可能なぐらいバテてたしで1ラウンドだけドゴーンっていけるやつなんてね案外いますもんねんメイレザーだったっけなんか誰か言ってましたよね格闘家のすげえやつが1ラウンドだけ強いやつなんていくらでもおるとその強度を維持できるのが本物だみたいな <laughs> 全然違うニュアンスかもしんないですけどなんかそんなこと言ってる人ね誰か言ってたじゃないですかだから新竜誠があの堀口教授戦の1ラウンドを3ラウンド通してできるならマジの化け物ですけどでもそうではないっていうのは分かったことで小木ちゃん相手に同じペース配分で言ったら間違いなく負けますよね判定で井上直樹みたいな感じで後半にまくられる可能性大というか 1>, 1ラウンド圧倒して、2、3ラウンドでまくられて、で、途中で乳首ペロペロ舐められて負けるみたいな。で、むしろ小木ちゃんはやっぱそういうのを目指してるでしょうからね、その勝ち筋。やっぱ新龍の動きを全部潰してバテさしてみたいな。で、後半はね、もう粉きじじいスタイルですよね。バックついて、ボコボコ殴るみたいな。でも、先ほど申し上げた通り、新龍もそんなバカじゃないと思うんですよね。今回はだからその出力のコントロール、ちゃんとすると思うんですよね。 おぎちゃん相手にね、序盤でフィニッシュして勝つとかは、難しいと思ってるでしょ。だから、そんぐらい試合のキーは、新竜誠がいかにその、自分の出力をコントロールできるかですよね。1ラウンドで小木ちゃん削り倒して、そのままフィニッシュとか、もしくは2ラウンドでフィニッシュみたいなのは、難しいと思うな。やっぱ打撃で一発ぶち当てるしか、小木ちゃんフィニッシュってないと思うんですよ。ていうか、今のね、小木ちゃん、フィニッシュして勝てるやつなんて、 世界のフライ級でも、そうそういないと思いますけどね。DJ、パントージャ、モレノ、まあ、最近タイトルマッチやったエルセグとか、あの辺の誰とやっても、おぎちゃんは判定まで持っていくと思いますよ。堀口教授に関しては、まあ何回もやってるんで、またドミネートされて負けるんでしょうけど、それでもやっぱりね、うん、判定まで、ドイツとやっても持ってくんじゃないかな。まあ、実際、パントージャもね、昔タフではやってますし、その時はまあ判定で勝ってますからね、おぎちゃんが。 まあ、あの時のパントージャと今のパントージャは全然違うんですけどもちろん今やったらそらパントージャが普通に勝つとは見てますけどでもやっぱフィニッシュはされないっしょって思うんでフライ級だったらねやっぱワールドクラスですよおぎちゃんは同じ時代に堀口教授がいなければみたいな部分は大いにあると思いますよねでもやっぱ堀口教授との違いでね素人なりに勝手に考えてみると やっぱ持久力と瞬発力が堀口教授ってどっちも高水準なのがなんか一番人外であるゆえんだと思うんですよね。だからすげえ足速いやつがめっちゃマラソンもできるみたいな。力持ちなやつが足も速いみたいな。反則やん、そんなんていう。でもそこ以外はやっぱ堀口教授と変わらんスペックを持ってますよね、おぎちゃんは。なんなら堀口教授よりも打たれ強いし。でも持久力と、 フィジカルの強さだけじゃなくて、瞬発力も両立してる分、やっぱ堀口教授の動きにはついていけないのかなとか思ったりとか。で、この試合の予想なんですけど、私は新竜誠いくんじゃないかなと思ってますね。勝負論ありまくりで分かんないですけど、でもやっぱスピード感は新竜かなり上回ってると思っていて、なんなら新竜はね、堀口教授にもスピードで全然負けてなかったもんな。か2ラウンドの打ち合いのシーンとかもあったけど、 あっこでもなんなら新龍の方がちょっと早いんじゃねって見えるぐらいね、早かったし、で組の仕掛けの速さとか、やっぱ堀口教授が面食らった部分は、新龍の体の強さっていう部分よりかは、スピード、展開の速さだったんじゃないかなと思ってて、うんだからね、スタンドで優位に立つのは心龍誠なんじゃないかなとか思いますけどね、小木ちゃんもかなり目がいいですけど、新龍速いっすよね。あとあんま言われてないですけど、 新龍誠打撃もめっっちゃ上手いっすよねディープの福田竜也戦あん時とか試合感覚結構空いててね自分のジムとかやったりしてで明らかにコンディション、ね、作り込めてなくて結構危ない試合展開でしたけど産卵の目だったかなパンチで福田竜也からダウン取ってるし藤田大和戦でもね首相撲からの膝で効かしたりもしていてマジで何でもできるよね新竜誠もねで若手サンバガラス平新竜鶴也 その3人いますけどやっぱ平が今実力で抜けててその次はね新龍だと思うんですけどね私はやっぱ打撃スキルで鶴やレイより結構勝ってるんじゃないかなっていうそこには差があるように見えますけどねで組でもそんな劣ってないと思うしトータルで強いよねやっぱ新竜誠でこういう話をするとねいやフィニッシュ率が低いじゃないかって言われるんですけどいや彼はねデビューしたのが早すぎるんですよ15歳でデビューしてますからね年齢的に まあ16になる年ですけど、デビューしたときはまだ15歳ですからね、だら普通にでも高卒の年齢からの戦績って考えたら、彼2000年生まれとかでしょ、だから2019年があの高卒のタイミングだと考えたら、そっからの戦績で見たらね、11試合やってて、で9勝1敗の一ノーコンテストで、5本一本勝ちしとるんですよ。 そう考えると結構普通にフィニッシュ率は高いじゃないですか9分の5フィニッシュしてるって考えたらしかもね一本勝ちを収めた相手はね現パンクラスチャンプの伊藤誠一郎であと最近ね UAE ウォリアーズでタイトルマッチまで行った藤田山とで CFFC のタイトルマッチでやったディエゴ・パイバっていうね柔術系の選手あとパンクラス元ストロー級チャンプの北方第一に直近の韓国人イ・ジョンヒョン のこの5人で、うん、結構強いやつらフィニッシュして勝ってるんですよねだからあんまりその新竜真型のフィニッシュ率の低さって彼の評価を下げる理由にはならんのかなっていう、うん、10代以降19以降の戦績で見たらね高いフィニッシュ率なんで、まあ、国内で強いって言われてるやつを結構しとめてるんですよね。 っていう感じでね、なんかものすごい脱線しましたけど、結局、小木ちゃんと新竜でじゃあ、全局面どっちが強いのかってい戦いっすよね。まあ、全局面って言われると怪しいですけど、でもなんか上回ると思うんですけどね。新竜の方がスクランブルで見栄えのいい場面を作るんじゃないかなっていう。やっぱ堀口戦で負けた時とかは、結構パウンドで削られて、で、最後決められてしまいましたけど、小木ちゃんにはやっぱそこまでのパウンドもないし、割と固めてくるタイプなんで、 あの柔軟性と瞬発力で何とかするんじゃないかなっていう、うん。やっぱね、堀口戦でね、すごい消耗したのは、あの打撃の圧があるからで、新竜が小木ちゃん相手にそこまで圧を感じるかっていうと、感じないんじゃないかなっていう。スタミナも半端ないですからね、新竜。スタミナ切れ起こしてる試合なんて、堀口戦以外で見たことなかったし、CFFC の試合とかね、4ラウンドまで行って決めてるからね、ぐるんぐるん回ってね。だから持つんじゃないかな、スタミナも。 で、やっぱ、新竜は攻めるんで、自分から展開動かすんで、そこの見栄えと、打撃ではスピード感で勝って、有効だ。そこで競り勝って、判定勝ちかな。新竜誠、判定勝ち予想でいきます。なんか割れたりもしそうだけど、私は新竜が勝るんじゃないかなと、そう思ってますね。あとね、これ勝敗予想には全然関係ないんですけど、私、小木ちゃんの入場好きなんですよね。今回、雷神出るメンツの中だと一番好きかもしれないですね。楽よ。 まあ勝っても負けてもなんかこの歌がよく似合う男というかあれいいよね渋い歌ででここででも神竜誠に勝つんだったらねもう憎たらしいぐらいつけにつけてほしいなって気持ちもちょっとあるよねもうなんか絶望の淵に落とすような塩漬けそういうのを期待してる私もいるんでこの試合見てていろいろ感情が揺さぶられそうですね特に試合前の煽り合い的に綺麗な決着にはならないでしょうし仮に綺麗な決着になる可能性としては やっぱ新竜が勝って、おぎちゃんの方から寄り添いに行くパターンというか、やっぱお前強かったよみたいな。おぎちゃんから何かアクションを起こお子さんと、綺麗な形には絶対ならないと思うんで、どういう結末になるかは、もうおぎちゃん次第ですよね。間違いなく。で、続きまして、マニーパッケー VS アンボルキア。これは69キロ契約でのボクシング3分3ランドルールかな。うん、ライジン、なんか特別スタンディングバウトルール的なやつですよね。 鈴木千尋が怪我をしてしまったことによってアンポルキアにチャンスが巡ってきたと。持ってるよね、アンポルキア。それにしても K1 抜けてからのアンポルキアの歩みがね、おもろすぎるよね。ブレイキングダウンでシリル・アビディとやって、で、ライジンでブワカオことブワッカオとドローになって、で、その後ウサパタとキックルールでやって判定勝ちして、で、大晦日に MMA で久保優太にあっさりバックチョーク決められて、 で、またブレイキングダウンで、スダリを強してやって、判定勝ちして、からのパッキアウトのボクシングマッチ。あ、忘れてた、ショーン・ストリックランドとのスパーもありましたね。うん、そっからのパッキアウトのボクシングマッチね。なんでもやがすぎるよね。競技者としては、キックでも MMA でもね、世界一になるの難しそうな気もするけど、でもなんだかんだ一番名前が売れる可能性はありますよね。まず70キロっていうのが、すごいでかいですよね。 平時代とかね、最後67.5ウェルターでやってましたけどもう今は7 0キロの選手っていうことでやってますよねキックでも MMA でも、ま、だどっちみちねこの7 0キロっていう階級は MMA でもねキックボクシングでも世界的にね最も盛り上がってる階級だと言っても過言ではないと思うんでボクシングだとどうなんかなもうちょっと下の方が盛り上がってるのかなまあでもそんぐらいもすげえ盛り上がってるよね 日本史上だとやっぱそんな盛り上がる階級ではないでしょうけど世界っていう観点だとやっぱ一番盛り上がるところに行けるってのは大きいですよねアンポルキアは7 0キロでできるってのがやっぱ一番の魅力というか通用するか置いておいて可能性が広がるよね単純にで対するパッキャを最後にプロでやったのは3年前のウガス戦かでもまた世界戦のね話も上がってるぐらいなんでめっちゃ強いよね もちろんピークは過ぎてるけど、でも、御年45歳って言っても、まだまだ強い。まあ、一番直近でやってる韓国のエキシビションを見る限り、そんな動きすごいって感じでもなかったけど、でも今回仕上げてくるでしょう。調整試合というか、世界戦がね、また組まれるってのが本当なら、もうそれを見据えるとかなり大事な試合ですよね、パッキョウにとっても、うん。やっぱすごい久しぶりの試合だと思うし、まあ、一応エキシビションじゃなくて、ガチのマッチなんで、 試運転っすよねこの試合がちゃんと自分が動けるかの確認をしないといけないしそうなると厳しいよねあの異次元の飛び込みアンポルキアが勝ってるのは単純な体格とリーチあと若さっていうところっすよねスタミナもまあコンスタントにいろいろ試合やってるアンポルキアの方がありそうではあるってのもあってでもパッキャーの方はねボクシングで勝ってるよねっていう単純にもうそこに尽きるよねあとアンポルキアも決して頑丈ではないんでね パッキャオの飛び込みの左ボディとかで沈んだりする可能性も全然ありそうかなっていう。まあ、本音を言うとね、でもパッキャオがいくら偉大とは言っても45歳だし、でもこれ明らかに舐めてるでしょうから、安保がかっさらった方がおもろいなって思うんですけどね。やっぱこういうね、今後もお小遣い稼ぎマッチみたいな、頻発するの私は全く見たくないんで、だからこそこういうね、レジェンドの人ら、 いつもボコボコにされてくれって感じで見てますね、正直。なんだろうな、MMA とかのね、レジェンドとかがボクシングマッチしてみたいな、ボクサーとやって負けるみたいなとかもあるわけで、で、競技力としてはやっぱ落ちとるわけなんで、その選手が自分のルールで本職のボクサーじゃない相手と戦うって、地面にしたらめっちゃかっこ悪いことをしてるじゃないですか。もちろん壊れて、需要があるからやってるわけなんですけど、でもかっこいい振る舞いじゃないし、別に今後何かに繋がるわけでもないし、 だからこそぶっ飛ばしていいなって思いはあるよねどうなんだろうなでも、3ランドしかないってのは結構ミソですよね。アンパやっぱいつも通り序盤からガンガン仕掛ける戦い方ができるし。で、前線ね、スダリオ強しとね、ブレイキングダウンでやってるのも心理的には大きそうですよね。それだってスダリオとやる方が怖いじゃないですか、明らかに。体格差めっちゃあるし。だからそんなにパッキャオに対して恐怖心とかなくいけちゃう気もするけどね。 でボクシングも結構やり込んでるじゃないですか。だからすごいそれが自信になってると思うんですけど、でもそれがアダになるような気もするしね。普通に綺麗にボクシングして、パッキャオに勝てるわけないもんな。まあ、パッキャオが想像以上に衰えてる可能性もありますけど、でもな、パッキャオさんってメイウェザーみたいに待ってくれないじゃないですか。遊びなしで多分殺しに来るんで、うん、だから難しいなって思っちゃいますけどね。 ディフェンスはそりゃメイウェザーの方が絶対いいですけど、やられる可能性がでもパッキャオの方があるっていうか、メイウェザーみたいにやっぱね、見てくれないというか、本当に。殺しに来るよね。ずっとパッキャオのボクシングって感じになっちゃう気もするよね。あと判定とかないっすよね、このルール。だからパッキャオが本当にまたボクシングで世界戦やろうとしてるなら、どうなんだろうな、1ラウンド目で終わらそうとしてくるのかな。1、2、3。 なんか見た上でフィニッシュするみたいなのもあるのかなうーん、どうだろうなわからないですけど、でもやっぱ、アンポルキア、序盤の出力はね、本当に世界屈指のレベルであるんで、そこで仕留めきったらアンポが、まあ何かできる可能性もありそうですけど、まあでもそこはね、パッキアも見ていなすでしょう。そう来た場合、来なかった場合は自分から行くでしょうし、で徐々に徐々にパッキアをペースになって、2ラウンド目とか、 左ボディ当てて、パッキャオが KO するんじゃないかなと予想します。で、いよいよメイン、朝倉美来る、VS 平本で、ね。一応ね、この二人の試合に関しては、別の動画で丸々一本作っとるんで、そっち見てくださいって言いたいところではあるものの、まあでもこの動画でもね、また違う話をしましょうか。まあ、結論は変わらないです。朝倉美来る判定勝ち予想でいきます。で、どうしましょうかね。この動画では、なんか思うことを好き勝手減っていきましょうか。 まず大前提ね、2人ともいいよね。好きなところもいっぱいあるし、でも嫌いなところもいっぱいあるみたいな、なんかそういう選手ですよね。まあ、人間らしくていいっていうところなんか、そろそろで。で、思うのはね、信者とファンの違いって何なのかなって、2人を見ててよく考えることがあってで、私なりの定義なんですけど、信者ってのはもうその対象のことを盲目的に肯定することだと思っていて。 もう彼の言うことは絶対みたいなね。そういう状態が信者なのかなっていう。信者って文字通り信じるものって書いて信者なんでね。だからその言葉通りの挙動。要はね、その対象の言うことは全て肯定っていう。否定すること否定されること誰かに、もうそれが許せないみたいな。競争を否定するやつは許せないっていうことがもう信者なのかなっていう。一方のファンっていうのはやっぱそこよりも一歩引いてるというか。 まあ例えば平本蓮で言うと、誹謗中傷とかめっちゃしてたじゃないですか。まあ今もしてるのかわかんないですけど、それダメだよねっていう。そこを否定できるか否かみたいな。っていうところがやっぱ信者とファンの違いなんかなってね、ぼんやり思いつつ。ファンはやっぱりね、一歩引けるんで。で、競争だけじゃないんで、自分の人生において。他にもいっぱいいろいろあるんでね。でも信者はやっぱ競争否定はできないよね。否定するとね、 自分を否定することにもなるんでしょうね、おそらく。やっぱ人間で誰しも自分を肯定したいじゃないですか。自分が信じたものを否定するってなかなかできないっていう。信者はやっぱそこがあるんで、競争がめちゃくちゃしても否定できないっていう感じなのかなっていうね。まあでもこれに限らずね、世の中のさまざまな信者に言いたいのは、お前の信じるその対象は、お前がピンチの時に助けてくれるのかってことっすよね。そこをやっぱ信者たちは考えた方がいいんじゃないかなとか思いつつ、 でもこれ以上そういう話したらねちょっと怖いんでこんぐらいにしておきます。ってことでね、まあ、朝倉未来と平本蓮はすごい信者が多い2人の対決ですよね。ファンももちろん多いんですけどね。まあ、ファンが多いからこそ信者も多いわけでね。信者からなるってのはなかなかないもんね。でも信者が多いからこそね生まれる熱量もあってそれがだからね実力的には最強決定戦ではないこの2人の戦いが盛り上がる理由ですよね。 信者の多さこそが熱を生むっていうで朝倉未来でもいつも思うんですけど MMA で試合するときね毎度のように過去一練習したって言うじゃないですかそれはいいと思うんですよでもなんか負けた後しばらくしてからね実はあんま練習してなかったんだよねとも言うじゃないですかそれやめてくれへんってのは思いますけどねテスト前にいや俺全然勉強してなかったんだよね みたいなこと言ってくるちょっと寒い高校生みたいなことをいつまでやるのってちょっと思っちゃってで勝ったら勝ったでね俺は練習全然しなくても勝てる戦いの天才だみたいなそういうブランディングをしようとするじゃないですかもうええでそれはっていう毎回ベスト尽くしてくれベスト尽くした上で勝ちと負けどっちもね受け入れてくれって思うよねで平本蓮に関しては誹謗中傷はもうやめよう煽るのはいいけど不必要にいろんな人間傷つけるのやめようぜ っていうね、お前も家族ね、なんか言われたらすげえキレてるじゃん。同じことやってるよっていう。で、こういうこと言うとね、なんか平本レンのあおり、UFC とかだったら、もっとめちゃくちゃするやついるじゃんとか、UFC って犯罪者もいるし、めちゃくちゃなトラッシュトークするやついるじゃんとかね、言ってくるバカなやつがいるんですけど、いや、ライジンや、うん。UFC じゃないや r ライジンだよって。日本ですやん、ここ。そもそも UFC って。 世界一の団体なんですよ競技力が。演出力じゃなくて、競技力が。試合も面白いし、実際に。それじゃあ、3勝3敗のやつがやってるのはもう滑稽でしかねえだろっていう。まあ、そんなこと以前にも、日本だし、ライジだし、UFC がどうだからっていうの、マジでバカだなって思うんですよね。よくバカねって主語がでかいんですけど、もうその最たる例だなっていうね。この話をしてんのに、別の事例出してきて、その論点をずらそうってするのは、 これ、議論したい人のね、典型的な手法なんですけどね、っていうね。だからさっきの話もね、脂肪中傷とかやめようぜってのがメイントピックなのに、USC でもやってるやんって、もう意味わからないじゃないですか。だからバカだなって思うんですけどっていう関係ない話をね、繰り広げてますけど。だからね、お互いその、すごいいい部分もあれば悪い部分もあるっていう二人、だからこそ盛り上がるっていうことで。でね、二人の SNS、ちょいちょいね、見る感じ。平本蓮は体の仕上がりがすごいっすよね。 でもね、体の仕上がりがいい方に見える方が勝つわけでもないってのもね、また真理で。ライジン47のね、堀口対ペティス2とかか。あんなもんね、前日計量の時のフェイスオフの時とかさ、堀口教授もセルジオペティスも、どっちも知らんよって人が見たら、多分99%、セルジオペティス勝つんだろうなって思うでしょ。あの体つき見たら。サイズも全然違ったし。 でペティスの方がなんか絞れててよりムキムキに見えたしでも勝ったのは堀口だったじゃないですか終始コントロールしたしだから結局強いやつは強いってことなのか何か強い肉体ってその人によっても違うんでしょうねってのは思いましたねだからねこの平本蓮のすごい体の仕上がりってのはまあ結局あんまり関係ないんだろうなっていうふうにちょっと思ってますねで展開の予想なんですけど願望としてはやっぱどっちかが前に行ってほしいっすよね 朝倉美はまあ前に行くタイプではあるんですけどね前に行って手数を出さないっていう平本蓮は下がりながら手数を出さないっていうスタイルででその中で平本蓮はね相手がサウスポーならオーソドックス相手がオーソドックスならサウスポーっていう喧嘩四つの構えがほとんどなんですけど MMA のここまでの試合見た感じ陰謀を結構蹴りますよね先手っていう意味では先にインロを蹴ってみたいな印象もすごいあってで相手が入ってきた時にカウンターを合わせるみたいな うん、それがほとんどっすよねでもなんか結構タックル来られた時も毎回左のパンチとか振っててでそれで結局組みつかれてることが多いんで膝とか打たないんだなっていつも思いますねでも今回ね平本蓮は前へ行こうとしてるんじゃないかなと思っていてだからこそあんなにねフィジカル鍛えてるんじゃないかなっていうかウェイトトレーニングとかすごいやってるよねこれ朝倉未来に圧をかけて戦うためなんじゃないかなとかちょっと思ってて自分の質量を大きくしてね てかそうであってほしいよね。前に出てるのが平本蓮の方が断然試合展開としては面白いと思うんで。これまで街のスタイルをずっと作ってきた平本蓮が、ここに来て前に出るスタイルを取ればワクワクするし、その方が結果わかんなくなるよね。やっぱラ倉未来は自分が前に出れてる時の方が絶対強いじゃないですか。でも負けた斎藤戦、クレベル戦、ケラモス戦、その3試合はね、相手の方が圧があって負けたようにも見えるんで。 クレベル戦とかもね前に出れてる場面も多かったんですけどでもやっぱ最後最後の方はクレベルのね打撃キックですよあの打撃キックでキックされまくって圧かけられてで詰められてねクリンチで肘とかぶち当てられて引き込まれて三角締めっていう感じで決められたんでだからね平本蓮が前に出れたら一気に分からなくなるっていうでもまあ普通に考えたら今まで通りリングの中央は朝倉未来で 回りながらインローで迎撃してカウンター狙う平本みたいな構図にはなりそうですよね。で朝倉ミクロはやっぱね、ニータップ行くでしょう。でリングだから軽重ほどタックル切れないと思うし平本連は。でそこでコツコツポイント取られて朝倉ミクロ判定勝ちっていう予想になってしまいますよね。うんやっぱタックル警戒しながらの打撃はもらうだろうし。だからこそでも平本連に前に行ってほしいなって思いますよね。 どっちが勝っても別にね私はどっちかの熱烈なファンでもないんでどっちでもいいんで面白い試合が見たいうんやっぱでもね朝倉未来じゃないかなまあタックルそもそもいかないかもしれないですけどフェイントはめっちゃかけると思うんでそのタックルフェイントかけつつ組にもいかず中間距離の打撃も制して判定勝ちするんじゃないかなこれまでやっぱストライカー相手にはなんだかんだタックル混ぜてるんでね朝倉未来は、まあ、萩原恭平もそうですけど 過去のダウトベック戦とかグスタボ戦とかもね。平本がいいパンチを当てるシーンもおそらくあるんですけど、でもトータルのコントロールで朝倉未来が勝ち切るんじゃないかなっていう。にしてもね、平本レ、ね、まあ、これまで散々してきた誹謗中傷もそうなんですけど、公開練習とか全然出なくなってるじゃないですか。で、なんだったっけなんか体調不良みたいな言って休んだんですけど、違ったみたいな。嫁さんとデートしてなんかな。で、なんかそれがバレたらすごい炎上して。 その炎上したことに対してキレてるみたいな動画がね、上がってましたよね。なんかね、どうしたのってなりますけどね。嫁に対して何か言うやつは、開示請求していくからな、みたいなのも見ましたけど、でも散々、お前、人様の彼女とか嫁にやってきたよ、そういうこと。<laughs> ってなるし、今完全に朝倉みくるがフェイバリットだし、ちゃんとプロモーションもこなして、<laughs> ディープ120の試合会場、仲間の応援にも顔出して、みたいな、朝倉みくるの方が、 なんか人間力、もう勝ってるみたいな構図に今なってるじゃないですか。人間的にも素晴らしい朝倉美くると、人間的にもまあ、ちょっと難があって、で実力的にも劣る平本蓮みたいなところで、これ負けたら失うものめっちゃでかいっすよね、平本蓮。もうただの負けではなくなってるというか、プロモーションもろくに参加しないし、引退撤回するっていうその発言もブレブレだし、挙句の果てにやっぱお前弱いじゃんってなったら、この負けの代償はでかすぎるでしょう。 というか負けの代償を自らの振る舞いでどんどん大きくしてるよね。勝つ三段が確実にあって、そういうのも分かった上で今の振る舞いをしてるなら大したもんではありますよ。だってこれで勝てばもうヒールとして一気にとんでもなく巨大化できますけど、負けたらマジでねえって感じっすよね。いよいよ需要もなくなりそうだし、3勝4敗の戦績でいろんな人に誹謗を中傷しまくって、 プロモーションもろくにしないで嘘ばっかりつく人っていう結果に陥りますからね。やっぱヒールは強くないといけないと思うんで、強いからある程度何やっても許される部分もあるんで、まあ横暴に振る舞ってもいいんですけど、弱ければそれはダメでしょってなるんでね。どうするんだこれ。そう考えると朝倉美来る勝利予想なんですけど、ちょっと複雑なんですよね。平本恋、ね、負けてしまったら、人間として失うものがでかくなってるなっていう。 大丈夫かなっていうね競技者的には朝倉未来が格上だし負けても当たり前っちゃ当たり前の試合だったのに自らの振る舞いですごい首を絞めてしまってるなというかで一回彼の精神がどん底まで落ちたのは斎藤豊戦後見てしまったじゃないですか我々はだ怖いなっていうね,ね嫁家族もできて大切なものも周りにあるんでしょうけどでもそれもすごい危ないバランスの上で成り立ってるような気もするしね ただそれと同時にね負けたのなら全て失うのが格闘技の醍醐味だよねとも思うんですけどね日本はやっぱ負けてるくせに発言権を持てるような選手が多すぎるんでガチっていう緊張感がねちょっと消えつつあるんですよねぶっちゃけなんか勝っても負けてもどうせこいつまた出てくるんだろうなっていう目で見てしまう部分があってまあ名前を出すと萩原恭平の試合とかね正直ねまあ負けてもまた出るんだろうなっていう感じで見ちゃう部分もあって やっぱ負けた選手は列の後ろに並ぶべきだし、まあ、チャンスってのは常に勝った人に多く与えられるべきだと思うんで、うん。てかそうしないとね、日本から強いやつ出てこれなくなるよね、どんどん。みんなそっちの方に行っちゃうというか、インフルエンサー的な振る舞いになっちゃう気がするんで、それがどうなんかなっていう。だからこの試合に関しても、勝った方が相手の全てを奪えばいいし、負けた方は失うべきだと思いますよね。あくまででも格闘家としての話なんですけど、 うん、人間的にはね、別に格闘技だけが人生じゃないんで、そこは別問題ですけど、やっぱ競技者としては、ちゃんと失うものは失えよって思いますよね、負けた方は。まあ、浅倉未来はね、平本蓮に勝ったとて、あんま奪えるもんはない気もしますけど、勝って当たり前の試合ではあると思うんで、で、負けてしまったら、競技者を辞めるでしょうし、ってなると、平本蓮もね、天秤にかけて、いろんなものを失うべきではあるんかなっていう感じ。まあ、でも彼の直近の振る舞いでね、いろんなものを失う、 感じになっっちゃってるよね狙ってるのか狙ってるのかわからないけど、うん、そういうことで盛り上がれば盛り上がるほどね勝者と敗者のコントラストはでかくなるとでもねこれ普通に対しては盛り上がりもないまま判定とかだったら後世に語り継がれるような試合にもならないっすよねザ・マッチがね、まあ、なんで伝説的というかハイライトされることがあるのかって考えたらダウンシーンがあったからだと思うんすよね天心がタケルからダウンを奪ったっていう。 そのシーンがあるからねやっぱ擦られますけど何もなく普通に天心がアウトボクシングして判定勝ちしてただけだったらもうなんか語り継がれてないと思うんですよねやっぱりでも今でもねちょいちょいやっぱ天心のボクシングマッチあるたびにたけると天心のあの試合みたいな感じでちょっと出てきたりもするじゃないですか SNS でそういうことなんかなっていうただからこれ朝倉対平本判定決着であったとしてもねなんかハイライトになるようなシーンが生まれてほしいなとそう思いますね なな感じでなんかめちゃめちゃ喋りましたね。でもまだ終わらない。で、こっから締めの雑談タイムってことで、あんま話されてなさそうなことというか、なんだろうな、話題から忘れられてそうな、パッキャオ戦を欠場することになった鈴木千尋の今後と、しれっと値上げしたペーパービューについて話していこうかなっていう。まずは鈴木千尋の今後ですよね。彼は拳をやって、パッキャオ戦を欠場と。 で、代わりにアンポルキアが招集されたってことで、まあ、今回もね、勝敗要素もやったんですけど、欠場したことはね、鈴木千尋にとって良かったのか悪かったのか、そればっかりはまず分かんないよね。この世の物事は全てやってみないと分からないんで、そらパッケャをぶっ飛ばせば、とんでもないリターンがあったのは間違いないんですけど、でも大ダメージ、をリスクとか、試合しまくって体が完全にぶっ壊れるみたいなリスク、これ避けられたっていう考え方はできますよね。 もちろん拳の怪我しちゃったのは残念なんですけどでも試合しまくりの彼にとってはいい休養になる可能性もあると思うんでだこれがいい方向に転がるかどうか鈴木千尋の今後次第っすよね次戦はおそらくクレベルとの防衛戦かパトリシオとの2戦目、うん、この2択だと思うんですよねどうこなすのかここやっぱ超えるようなら休養できてよかったねってなるんでやっぱ彼の本分は MMA ファイターなんで でもねどっかで負けるようなことがあれば、特に次の試合負けるようなことがあれば、一気に連敗とかしそうな、そんな危うさもはらんでるというかね、核変が終わりを迎えるのかどうなのかみたいな、はたまたこれはまた大きく舞うための必要な休息なのか、ライジン王者、鈴木千尋、次戦に期待ですよね。この感じだとでも大晦日復帰を目指すんですよね、多分。大晦日ならね、ちょっとクレベルには申し訳ないけど、パトリーシオとみたいな。 やっぱ金原選手に負けた後、斎藤豊とアーチレッタフィニッシュしてるのに、タイトル戦行けないクレベルは、かわいそうなんですけど、でも大晦日だったら私はパトリシオ2の方が見たいっすね。やっぱ全然前のパトリシオとは別物だと思うんすよ。でもそっちの方が手に汗握るじゃないですか。本気のパトリシオと対峙する日本人、見たいじゃないですか。いや、本当にクレベルには申し訳ないっすけどね。うん、朝倉平本の勝者とやろ、クレベルは。そこでお金いっぱい稼ごう。う っていう提案もありな気もするけどね。君だってどっちにも勝てるじゃん。その後タイトルマッチでもいいじゃん。みたいな。知らんけどね。で、次がね、しれっとペーパーウェイ料金上がってるよねってことで。前売り6500円の当日6900円。上がってるじゃん。改めて、だがメインの2人、当パッキャオのファイトマネーがとんでもないんだなって思いましたね。特にパッキャオか。 下手したらもうパッキャオ1人でね、他の選手全員合わせた額以上かもしれないっすよね。だから全然ありそうだな、それ。他の選手、メインの2人とパッキャオ以外はそんなかからないでしょう、だって。うん、チャンピオンクラスが出てるわけでもないしね。で、朝倉・平本も、他の選手と比べたらすごい高いんでしょうけど、それでもやっぱパッキャオは次元が違うと思うんですよね。まあでも朝倉・ミクルもね、ほぼ確実にファイトマネーだけで億超えるんでしょうけど。 ユーネクストで見れる格闘スクランブルでしたっけあの鬼オオ越えトマーホークが月1でやってはる番組あれ毎回見てるんですけど、朝倉未来の回でね、なんかファイトマネーだけで億超えした時があるって言ってたんで、今回も超えるんじゃないですかね。で、平本はどうなのかな ?3 勝3敗の戦績でね、億超えてるならマジですごいですけどね。さすがにそれはないと思いますけど、でも5000万とか言ってるか。でも5000万とか超えてるかもしれないですね、普通に。 数千万以上はもう、おそらく確実なわけで、すごいよね、そう考えると。ビジネスマンとしてはもう大成功だよな。絶対だって、ね、USC チャンピオンのパン当者とかよりファイトマネー高いっすよね。3勝3敗なのに。ってな感じで、まあ、演出、プロモーション費用、選手へのファイトマネーとかによって、ペーパーウェイ料金は通常よりね、1000以上上がっとるっていう。まあ、高いなと思いますけど、結局当日の満足度次第っすよね、ここは。 ちなみにアベマプレミアムに入ると4000円キャッシュバックあるらしいんで UNEXT の方だと初めての登録だと2000円キャッシュバックみたいなんがあるのかなだからね ABEMA プレミアムのリンク貼っとくんでよかったらぜひやってみてくださいはいアフィカスですたらすいませんちなみにね私は UNEXT で見るんですけどね、まあ、6月のライジンをね あの現地観戦してたんでだからペーパービューで見たわけではないんで UNEXT のポイントがね結構余ってるんで普通に UNEXT で、ね、私は見ますそんな感じでねスーパーライジン3発表されてからの期間がすごいあってだから話す内容がどん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 後から追加されていきましたわまあいろんな因縁が渦巻くというか朝倉未来対平本蓮っていうね因縁のインフルエンサー対決パッキャオ対アンポっていう謎のボクシング対決 大玉母大神竜っていう、決して綺麗ではない師弟関係っていう、リアリティのある泥臭い対決。レなナ対ケイトっていう、ケイトが勝てば、とんでもない女子スターになりそうな雰囲気のある対決みたいな。他にもね、いろんなカードを見る中で、まあ、統一感はあんまないよね。バイキングみたいなラインナップというか、好きなものを、うん、好きなものをいっぱい取ってね、みたいな。まあ、一個一個が上質なわけでもないですけど、もうジャンキーなもの含めてめっちゃ混ざってる。不思議な弁当みたいな。 あとそれを一つの章としてね、形あるものにできるかは、結局メインの結末次第っすよね。どんな工業だろうと、メインが閉まれば工業は閉まるんで、朝倉美来るか、平本蓮か、どちらかがこの工業をね、綺麗に閉めてくれるのか、それともグズグズで終わるのか、楽しみだよね。いろんな楽しみ方ができるよね。ってことで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。